あのお金がどうこうというのは言い訳で言ってるだけで、その安倍首相を国葬という形にすること自体が良くないっていう、その要はあの安倍首相を称えるような形になるのが良くないっていう、そのどちらかというと、イデオロギーで言ってる方の方が多いんじゃないかなと思います。そのアベマップライムっっってていうう場のとこに出喋たた時もそうだったんですけど あの結局その外交っていうのでじゃあその岸田首相がベトナムに行った時にいくらかかるかっていうのだとその飛行機の燃料代とか職員のなんか宿泊費とか言われてベトナムに来るの大体いい1億円ぐらいかかるんですよ。でそこでベトナムの偉い人たちと話をしますとなるんですけどであの中曽根元首相があのえっと国が半分出して自民党が半分出してっていうのでお葬式やった時に大体いい2億弱かかったんですけどで2億弱で その世界中から要人が来てくれると外例えばそのじゃあ,あのベトナムの何か偉い人が来ましたとかインドネシアの偉い人が来ましたとかでそれ30分おきとかに会談ができるわけじゃないですか。でじゃあその40カ国来たってなると40カ国の人と日本で会話ができるようになるので岸田首相の外交を起こすとめちゃくちゃ安くなるんですよ。 でさらに本来であれば他の国に行って1億円かかるのがかからなくて逆に他の国の偉い人たちが日本に来て日本に宿泊して日本で飯食って日本にお金を落としてくれるので総額になるるとプラスにななんですよなのでそのコスパの問題っていう単純にお金の問題でいくと国葬にして日本,中そう日本に世界中から偉い人を呼び込んだ方が得ですよっていう話にはなるんですけどただあのそうじゃないんだその安倍首相を国葬という形にするのが良くないんだ国葬というのは天皇のためのものなんだみたいな。 あのそういうまあその,その安倍首相をこう国葬にするための法律がないんだみたいなその論争になってるのでコストの問題ではないんじゃないかなと思います。